シベでマーケスさんフランスの食文化において、シベは水分またはその他の果食林系を使って調理したラグー料理の一種である。赤ワインで煮込んだソースに動物の血を混ぜるが、この料理の歴史上常にそのように調理したというわけではない。シベの語源がオック語にあるのかフランス語にあるのかは分かっていない。シベはチーベとシベから取られた言葉で、すなわち 玉ねぎ、ニンニクまたはシブレットを使って調理した料理を意味していたようである。チーベという言葉自体はラテン語のシーボタムから来ている。中世においては、シベにノウサギが使われることがほとんどなかった。同様に、チがソースの中に現れるのも遅れた。これは中世的な象徴体系が理由である。中世的な象徴体系においては、チをソースに混ぜることに、 心理的な抵抗があった。ソースに血を混ぜて得られるブイヨンが数あるシベのうちで、結果的に今日よく食べられるシベの基礎となってはいる。しかしながら、この調理法が定着するのは20世紀の初め頃になってからのことである。一般にシベはジュビエを食材として調理される。アナウサギかのウサギが普通だが、イノシシも材料になることがある。カタルーニャのアランダニで、 シベといえば、イノシシのシベを指す。いわゆる、フランス風シベは、由緒正しくはノウサギを使う。しかし、牛肉や豚肉を用いても良い。マダガスカルやレユニオンでは、テンレックやタコを使うことがある。ピレネーオリアンタル県では、イセエビを使うこともある。カタルーニャ南部において、シベは、赤色夜景を使って調理したものが何と言っても一番で、ある。時点が、 肘のしべである。カタルーニャでは、フランス北部と異なり、花菌や甲殻類に加えるワインの種類が大抵、白ワインである。また、しべの仕上げにあたって、血を混ぜる直前にピカだというガーリックやサフランで作る、ソースも加える点で、フランス北部の典型的なしべと大きく違う。ありがとうございます。